ワンアウトランナーは一塁です。バファローズのヒットは6本目。5番の北川、昨日は好投の和田からツーベースヒットを1本打っています。北川、ランナースタートを切る、盗塁成功。これはもうバッテリーは無警戒でした。もう完全にノーマークですからね、まさか走ってこないだろうっていうところですから、でもあれぐらい簡単にこう盗まれるってことはフォーム的な癖なのか、牽制と、ね、ホームに投げる癖が出てるのかもしれないですし、はい、ただクイックのモーションがでかいだけかもしれないですけどね。 T 岡田はプロ初盗塁です。スーッと動きましたね、